本州最北端下北半島中央部の霊峰恐れ山と、これに並ぶ津軽の浜に残る仏ヶ浦の自然の造形は、科学の発達した現在も仏道霊場の不思議を伝えている。慈覚大師が夢の中でのお告げにより約1200年前に開いた恐れ山は、静寂の中に硫黄州と荒涼とした風景が広がり、地獄と極楽を垣間見る思いがする。人が死ねばお山さ行く、下北地方ではこう言われるが、恐れ山が死者の霊が集まる山になったのはなぜだろうか。本州最果ての霊山、この地に足を踏み入れると不思議な霊気に包まれる。静かに流れる黄色い川は、西の河原か、生者と死者の異空間の境地である。一心に念仏を唱え、家内安全、無病息災を祈る。風もなく、音もなく、静寂の中に回る、誰が建てた風車か。参拝者は何も語らず、ただ黙々と歩くのみ。恐れ山の奥の院と言われる仏ヶ浦、津軽海峡の海から見ればまさしく冥土への入り口である。五百羅漢、十三仏、観音岩など奇岩が連なる仏ヶ浦は極楽浄土の浜でもある。土佐の歌人大町花月は、
神業、鬼の手作り仏歌、人の世ならぬところなりけりと呼んだ。恐れ山の神秘的な空間と海に面した仏ヶ浦、この世と極楽の安穏を祈る下北の霊場である。